皆さんこんにちは。ジョファ日本オリジナルフラワー協会花チャンネルの時間です。ナビゲーターを務めますのは松尾雅子です。どうぞよろしくお願いいたします。さて本日はジョファ日本オリジナルフラワー協会スペシャリストの特命教授溝部克義先生をお招きしております。溝部先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速ですが溝部先生自己紹介からお願いできますか。日本オリジナルフラワー協会、スペシャリストの溝部です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。溝部先生男性の方がお花のお稽古されるというのはちょっと珍しいような気もするんですが。そうですね、はい、昔からお花に興味がおありだったんでしょうか。いや正直やっぱり自分が男性ということもあって、はい、まあ、花と接する機会っていうのはほとんどなかったですね。はい、どういったきっかけでこの世界に入られたんでしょうか。そうですね、この日本オリジナルフラワー協会の、会長であります、はい、松尾無造先生と出会いまして、はい、そこで、まあ、花を生けることによって、まあ、いろんな教訓ですとか人生訓みたいなものを、学ぶことができて。人生訓ですね。そうですね、はい、まあ、そういったところで、まあ、花に興味を持つようになりました。お花そのものからの入り口ではなく人生訓生き方とかそういうことでしょうかね。そこが入り口になられたということで、やはりその花を生けるという、先にはですね、はい、まあ、いろいろなその法則ですとか、はい、まあ、その中に過去のそういう生けてきた方の教えというものが含まれていて、まあ、それは生き方に、つながるというのを教えていただきました。はい、大変深い入り口でしたね。そしたらジョファでお花を生けられたことによってまたいろんな人生訓とかを学ばれたことによって生活とか生き方とか、まあ、人生そのものについて何かこう変わってきたなと思われることはおありですか。そうですね、やはりまず、まあ、家に、まあ、部屋に帰った時に、はいはい、花がやはり家の中にあると、はい、まず癒されるというのが一番大きなことだと思います。はい、疲れてお仕事から帰られた時に、はい、無機質な部屋よりもやはりお花があって優しい感じで迎えられた方が疲れも取れるものでしょうか。うん、そうですね、やはり花っていうのはその男であっても女性であっても、はい、やはりもう癒されるというのは、共通だと思いますので、はい、まあ、そういった意味では花が家の中にあるっていうのは非常に、はい、自分の心豊かにしてくれるものですね。はい、女性で花が好きというのはとても多いんですけれども、やはり男性でも仕事から疲れて帰ってこられた時にそのお花によって癒されるというのは共通なんですね。そうですね。そしたらですね、最後に一つだけジョファの魅力を一言で表現していただけるとどんなことでしょうか。そうですね、なかなか一言っていうのは難しいんですけども、はい、まあ、このジョファというのはですね、はい、まあ、生の生け花から、うん、まあ、プリザーブドフラワーと呼ばれる、はい、花からですね、はい、あとアートフラワーですね、はい、こういったものを使ってお花の勉強ができる場なんで、はい、まあ、そういった意味ではいろんな癒し方ができるものではないかなと思います。はい、溝部先生本日は楽しいお話をありがとうございました。皆様、溝部先生はですね先日この発売になりましたジョファ式フラワーアレンジメント10の黄金ルールの中にあります16ページ17ページに2ページにわたって掲載されていらっしゃいます。溝部先生こちらのボトル用フラワーアレンジ生命の連鎖素晴らしいですね。そうですね、これは私の中でも非常に自信を持っている作品で、はい、非常によくできているんじゃないかなと、まあ、思っております。はい、やはりですね女性のお花も魅力的なんですが男性でもこんなに男性らしいお花が入るものだなと思って私も感心して拝見いたしました。やはりその花を生けるとやはりその人 の, 内側のものが出てくるんで、まあ、そういう意味では、はい、自分自身が出てるのかなと思います。そうですね、男らしい迫力のある花が生けてあります。そしてこちらの方は花器もご自分でお作りになられたんですか。そうですね、ジョファの中では花器を作ることも、はい、中のプログラムに入っておりますんで、はい、
この、 あの本に載ってるのは自分で作った牡蠣が、はい、あの牡蠣に出ております。はい、陶器、牡蠣も作って、そして上の花も生けてあるということで、はい、トータルのアートですね。はいはい、今ですね、こちらの本はジョファ式フラワーアレンジ10の黄金ルール、大手の書店に並んで好評発売中ですので、皆様ぜひご覧になられてください。はい、以上ですね、本日の花チャンネルは、ジョファのスペシャリスト特命教授溝部克義先生をお招きいたしました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。ありがとうございました。ありがとうございました。